Nikkei newspaper, one of the most leading newspapers in Japan, writes, This sketch by Leonardo is the most beautiful young girl in the art history. But who said this is a young girl? Is this really a girl or a young girl? No, this is a male with a horrible story hidden behind it. 日本を代表する日経新聞はこう書いています。この女性は美術の世界において最も美しい女性であると、若い女性であるとが誰がこの人物が女性であると言ったのか、本当にこの人物は女性なのか。No! この人物は男性であり、その裏には空恐ろしい物語が隠されていました。広志林、ハーママスリー、ジャパン。人を見かけて判断してはいけません。システィーナ礼拝堂です。天井画です。いくつかの例を皆さんにご覧いただきます。一応ここではミケランジェロなる画家が描いた絵画ということにしておきます。この天井画は最盛期ルネサンスを代表する芸術作品だそうです。全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであるとが、この天井画に描かれている男女はもうめちゃくちゃというか、頭と体が皆あべこべに描かれています。この絵を見てください。顔は女性顔ですが、しかしついているものがちゃんとついています。つまり男なのか女なのか、それがよくわからないということです。またこんな例もあります。この人も顔は女顔ですが、ついているものがちゃんとついています。そして同じコーナーの反対側にこんな人物も描かれています。この人も一見といいますか、顔は女顔です。しかし体はどう見ても男性のそれということになります。ミケランジェロなる1500年後のイエスの操り人形はシスティーナ礼拝堂の天井画の中に無数の隠し絵、騙し絵を描き込みました。中央の下半身大蛇の人物を見てください。一応リリトということになっていますが、セントジェロームの翻訳したヴァルゲートのラテン語の聖書ではブラミアとなっています。そのラミアにはこのようなひび割れが不気味に表現されています。これは絵の具のひび割れではありません。意図的に描かれたひび割れです。そしてこの天使は右のカイン、つまりキリストの首に剣を突き刺しています。この絵は大変不気味な絵です。一見すると美しい女性が3人立っているように見えますが、向かって右側のこの女性の背中には不気味なケロイドのようなものが表現されています。つまりこれが1500年後のイエスの描いた絵の世界ということになります。一見すると女性ですが、体は男性ですが、それだけではありません。この人物の背中を見てください。
明るくするとそれが見えます。背中にはヒレ、レプタリアン独特のヒレが描かれています。これも隠し絵、騙し絵の一つということになります。人間は、神は見かけで選んではいけません。で、今日のテーマです。岩窟の聖母ルーブル版です。向かって右の人物に注意してください。一般には天使と言われていますが、この人物と同じ人物をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書き残しています。右がレオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母の中の人物です。比較してみてください。やや絵を描いた角度が違いますが、顔というのは違いがないという点で同じ人物と判断します。つまりこれら両者は同じ人物ということになります。左はシスティーナ礼拝堂の天井画に描かれているあのヒレのある人物ということになります。もう一度日経新聞の記事を確認してください。本作品は現在ルーブル美術館が所蔵する岩窟の聖母に登場する天使を描くための修作と考えられている。画像の少女は見る人に対して上半身を斜めに置き云々と、つまりここに描かれている人物は少女、つまり若い女性というわけですが、本当にそうでしょうか。そう考えて片付けてしまって良いのでしょうか。もう一度3人の人物の顔を比較してみてください。左がミケランジェロ、中央がダ・ヴィンチ、そして右もダ・ヴィンチということになります。右の人物は中央の人物を描くための修作であったというのです。そして世界で最も美しい女性である。話は大きく脇道にそれますが、モナリザ、つまりラ・ジャコンデは男性であったという林博説をここで説明しておきます。皆さんご存知のラ・ジャコンデ、つまりモナリザです。この絵は聖アンと聖母子と言われている絵です。で、ここに描かれているのが聖アンです。一般説ではこれがマドンナということになっています。これも聖アンと聖母子の絵ということになっています。この絵の中でも手前が聖アンです。向こう側にいるのがマドンナです。糸車のマドンナと比較していただくとそれがわかります。一般説は逆になっています。そのことは今日のポイントではありませんので話を先に進めます。今まるで囲んだのがマドンナ、聖母マリアということになります。そして白丸で囲んだのが聖アンということになります。で、検証してみます。この白丸で囲んだ人物に注意してください。私林博士はこちらが聖アンであると判断しています。手前が聖アンで向こう側にいるのがマドンナです。一般説とは逆になっていますから注意してください。聖アンイコール実はモナリザということになります。 by 林博士発見です。比較してみるとやはり顔というのは違いがないという点で同じ人物と判断します。違いがないという点に注意しながら比較してみてください。広いおでこ、尖った顎の先、色の薄い眉毛、そして左の聖アンには喉仏らしきものが表現されています。はっきりしません。
笑い顔、頬の表現の仕方、髪の毛が縮れ毛になっている点、そして編み方も一致しています。比較してみてください。すなわち左の聖アンと言われている人物は実はモナリザと同一人物であったということになります。大変重要な事実かと思いますので、皆さん自身でご確認ください。繰り返しになりますが、聖アンと言われている人物イコールモナリザ、ラ・ジャコンデということになります。違いがないという点で同一人物と私林浩司は判断しました。で、向かって左側にいるのが同じマドンナ、そして右にいるのが聖アンということになります。先ほどの聖アンとはやや顔表現趣が違いますが、まあどの美術書にもですね、聖アンと聖母子と表現されています。そして右の人物と比較してみてください。右のこのスケッチ画もレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたということになっています。やはり違いがないという点で同一人物と判断します。同一人物と判断します。そしてこの人物は聖アンということになります。マドンナは一貫性を持って同じ人物に描かれています。そしてこの人物には胸があります。確かに胸があります。聖アンですけども、この人物にはしっかりとついているものがついています。立派なものがついています。つまりこの人物は男性であるということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。人間というのは顔だけで判断してはいけません。ダ・ヴィンチの絵もまたしかり、顔だけで判断してはいけません。右から聖アンです。その隣も聖アンです。そして3番目も聖アンで、その人物とモナリザの顔と一致します。こうしてつながっていきます。つまりここに描かれている聖アン、そしてモナリザは男性ということになります。中央の2人は聖アン、聖アンです。どんな美術書にもそのように説明されています。右2つは顔でつながり、左2つも顔でつながり、そして右下のあの立派なものをもう一度皆さん自身の目で確認してください。つまりここに描かれている、そして私が白い丸、黄色い丸で囲んだ人物は皆男性であるということになります。ここが重要ですから、もう一度念のために皆さん自身で確認してください。モナリザです。ラ・ジャコンデです。胸がやや膨らんでいるから、あるいは衣服が女性のものであるから、あるいは顔が女性顔であるからといって女性と決めつけてはいけません。もう一度比較してみてください。手前が聖アンです。一般説では手前がマドンナになっています。そんなはずはありません。この聖アンの顔を見てください。そしてモナリザの顔ともう一度比較してみてください。顔というのは繰り返しになりますが、違いがないという点で同一人物と判断します。薄い眉毛、眉毛の 上がやや膨らんでいる点、そしてこの目の付け根ですね、やや腫れぼったいと言いますか、膨らんでますね。そして目尻の収め方、この上まぶたの厚いところ、小さな小鼻、色の薄い唇、そして笑い顔、唇がやや右上方に上がってますね。そして上まぶた、頬の下の表現の仕方、唇、淡い色の唇ですね。唇を拡大してみます。上唇が薄くて下唇が厚いですね。比率も同じです。つまり私たちが聖アンと呼んでいるその人物は実はモナリザであったということになります。
ラ・ジャコンデです。バイ・ヒロシ・ハヤシ発見です。髪の毛も縮れています。表現の仕方も同じです。左の聖安の方は髪の毛がやや乱れています。モナリザの方はきちんとセットしてあるといった感じです。しかし編み方、髪の毛の様子、全く同じです。この辺りがやや左の方は乱れています。編み方は同じですよ、その上のね。つまり、左の聖安と言われている人物は、実はモナリザであった、あるいはその逆でもいいわけですけどもね、モナリザイコール聖安であったということになります。そして左の聖安にははっきりはしませんけども、喉仏らしきものが表現されています。それについても別のところで検証しましたので、ここでは割愛します。鼻先の表現の仕方もやはり同じです。やや鼻の穴が上に上がってますね。そして鼻の先が尖っています。顎の先も尖っています。全く違いがありません。イコールこれら2人の人物は同一人物と私、林宏は判断しました。もう一度しっかりと確認しておいてください。聖安と私が判断した人物です。一般の本では左の人物はマリア、すなわち聖母ということになっています。別の写真で比較してみます。この髪の毛の、上がり方ですね。目の上の腫れぼったさ、一致してますね。淡い色の唇。髪の毛の分け方。目の方向が、視線の方向が違いますから、目の感じが違って見えますけども、基本的には同じです。広いおでこ。このように同じということです。そしてやはり、喉仏らしきものが、左の方はやや分かりやすく、そして右のラジャコンデの方は分かりにくくなっています。つまり、左が男性であるならば、右も男性であるということがですね、この2枚の絵の比較からも分かります。別の絵で比較してみます。皆さん自身で確認してください。聖安イコールモナリザということになります。バイ・林宏説です。髪の毛の編み方にも注意してください。分かれ方にも注意してください。繰り返しになりますが、人は、そして絵画は、見た目で判断してはいけないということを、ここではしっかりと確認しておいてください。そして繰り返しになりますが、左の聖安が男性ですから、右のモナリザも男性ということになります。つまり、このような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、つまり操り人形芸術家を通して自らの正体を明かすと同時にアジェンダを示しました。つまり聖安イコールモナリザということになります。もう一枚のセント・アンの絵と比較していただきます。ラ・ジャコンデです。そして右がもう一枚のセント・アンの絵です。やはり同じ人物であることが分かります。これもレオナルド・ダ・ヴィンチに描かれましたスケッチ画です。一般にはセント・アンと言われています。そして比較してみるとやはり違いがないという点で同一人物と判断します。腫れぼったい上まぶた、この膨らみに注意してください。そして唇が先でやや上がってますね。笑い顔です。エクボの表現の仕方、鼻の形、先がとんがっていて鼻の穴の位置がやや上にあります。顎がとんがっています。髪の毛の、眉毛の表現の仕方などにも注意してください。上まぶたの表現も同じです。
薄いまつげということになりますね。やや反り上がった鼻、そして広いおでこ、唇、髪の毛の編み方も同じであるという点に注意してください。そして同じように縮れ毛になっています。小さな小鼻、つまりセントアンイコールラ・ジャコンデ、つまりモナリザということになります。下まぶたの表現も全く同じです。尖った鼻ですね、まあ、このような形で1500年後のキリストは私たちにラ・ジャコンデイコールセントアンだよということを教えているということになります。髪の毛の部分を確認してください。上がモナリザです。下がセントアンです。編み方が同じであるという点に注意してください。中央で分かれて左右に髪の毛が編んであります。つまりモナリザイコールセントアンですね。そしてその女性が岩窟の聖母の中に描かれているのです。セントアンです。右がセントアンと聖母子です。ここに描かれている子供は餌の子供です。向かって右側の左手には短刀を握って羊の頭に突き刺しています。その血しぶきがこの二人の人物の顔、衣服に飛び散っています。同じ人物ですね。セントアンです。つまり一般に言われているように、まあセントアンと聖母子のセントアンの方こそがマドンナであり、マドンナの方がセントアンということになります。このようにつながっていくということですね。ですから右の人物はマドンナではなくてセントアンです。どんな美術書にもこれがマリア、つまりマドンナであると表記されています。それは明らかに間違いです。こちらの右の人物こそがセントアンであり、そしてモナリザイコールセントアン、あるいはモナリザイコールセントアンということになります。ラジャコンデイコールセントアンということになります。しっかりと確認しておいていただきたいと思います。右下の絵は聖アンと聖母子の絵と言われています。この赤丸で囲んだのが聖アンということになります。その反対側にいるのが聖母マリアということになります。しっかりと比較してみてください。これが聖アンです。この聖アンは先ほども紹介しましたように男性です。立派なものがついています。両者を比べてみてください。同じ顔であるということに皆さんもお気づきになると思います。顔の角度がやや違いますが同じ人物です。笑い顔で反り上がった鼻、独特の目ですね、額です。そして繰り返しになりますが、右の人物、右下の人物にはついているものがしっかりとついています。しかも立派なものがついています。こうして聖アンイコール男性説がつながっていきます。右下の人物は男性です。となると左下の人物も男性ということになります。そして下2人が聖アンでつながり男性ということになり、そして中央上2人は両方とも聖アン聖アンでつながります。そしてその聖アンと聖アンと一番上の左のモナリザは顔でつながっていきます。こうしてこれら6者がですね、同一人物であるということがわかります。繰り返しになりますが、もう一度
皆さん自身の目でしっかりとそれを確認していただきたいと思います。やや胸が膨らんでますね。ですから女性と思いがちですけども、ついているものがしっかりとついています。立派なものがついています。皆さん自身の目で確認してください。つまりここに描かれている、6人は、実際には5人ですけども、皆男だということになります。男性です。ランジャコンでもそれゆえに男性ということになります。しっかりと確認してください。長い前置きになりましたが、いよいよ本題です。岩窟の聖母です。そして向かって右側にいる人物、天使と言われていますけども、絵の構図からしてこれは聖庵と聖母子と同じと私林浩司は考えます。赤丸で囲んだのがマドンナ、そしてこのヨハネと言われている人物に注意してください。指を立てていますね。一致します。つまりこの人物こそがイエス・キリストということになります。そしてこの赤丸で囲んだのが、ヨハネということになりますけども、餌と私林浩司は考えています。そしてこの人物は実は聖庵、名前はどうでもいいわけですよね。それは後世の美術評論家がそのように解釈して名前を付けただけということになります。天使と呼ばれていますけども、その名前、天使という名前もやはり後世の美術評論家がそのように解釈して付けた名前ということになります。今赤丸で囲んだのが3人同一人物ということになります。名前はどうでもいいということです。3人同一人物、つまり、ここでは聖庵としておきますけども、右上は男性です。となると、中央下も男性ということになり、そして左上もですね、やはり男性ということになります。こうして三者がつながっていきます。言い換えると、岩窟の聖母の中に描かれている天使なる人物は男性ということになります。繰り返しになりますが、人物羅漢図1500年後のイエス・キリストの描いた絵は表情あるいは見た目だけで男女を判断してはいけないということです。100歩譲ってもこの人は一見女性顔ですけども、体は男性です。背中にはヒレが表現されています。右は天使と言われている絵です。この両者は同じです。そして左の絵が男性であるなら、中央も男性、そしてその終作となった右のスケッチも男性ということになります。つまり右のこの人物は美しい少女の顔ではなくて、実は男性であるということになります。もう一度、日経の記事をしっかりと確認しておいていただきたいと思います。本作品は現在ルーブル美術館が所蔵する岩窟の聖母に登場する天使を描くための修作と考えられている。画像の少女は見る人に対してうんぬんと、画像の少女はとはっきりと書いてあります。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチの歴史も歪められているということです。そして同じような形で人間史、私たちが知っている人間史も歪められているということです。それを皆さんにお伝えしたくてこの動画を作りました。 Bye for now.